いやー、説明ケースだよ。私とあいつの24時間戦争。ちょっと長らく自分の中で休止期間というのを設けさせていただきました。ちょっとお待ちになっている方がいらっしゃったら申し訳ございませんでした。今回から再開していきたいと思います。今回は第6話ということでね、夏休みが終わった後の2学期の話でやるらしいです。やっていきたいと思います。ニューゲーム。半年前、同年3月、入学前ってこと？卒業式あたりってことか。中学のりょうくん、あいつもう来てるかな。卒業式の後すぐに出るって言ってたけど、どうせすることもないし少し探してみるか。待ち合わせの相手を探す。待ち合わせって誰とやるんだろう。なこれ、誰かの忘れ物のカバンだ。カバン忘れる？駅のホームで誰カバン忘れるもんなのか。ポスター、掲示板か。うん、過去編なんか今回。おお、いや、もう行くのかよ、しおり。しおり、おせよバカ、もうあんた待たずに出発してやろうかと思ってた。これしおりちゃん、ああそうかそうか、酔ったもんな。なんか酔ったっけ。わあ、2ヶ月前だからわかんねえや。けど酔ったな。なんだろうばっかし。ああ、過去の自分の動画見返してくるんだった。な、見送ってもらえといてすりゃねえだろう。もう少しこっちにいてもよかったんじゃねえのか。ま、そうなんだけどね。てか、しおりちゃん、面識やったんじゃ、りょうくんと。それ、そう、それが言いたかったよ。なんか言おうけどさ、それが言いたかったよ。ん？なんだよ、はっきりしねえな。東京の高校がそんなに不安かよ。ま、どうせ向こうでもお前のことだから1位取っちまうんだろうけどな。いや、それがね、りょうくん、上には上がいるんだよ。つか取らねえと許さん。ねえとな。どうしたしおりちゃん、いきなり夢の国のネズミみたいな喋り方になったけど。おほ、なんか元気ないな。体調でも悪いのか。空気が重い。こういう時どうすればいいんだ。一発ギャグだ、りょうくん。一発ギャグを食らわせるんだ。どうした。ああ、選択肢。びっくりした。なんか、天変地異でも起きたんかなと思ったじゃないか。この今の効果音、お前。天変地異でも起きたんかと思った。この真っ暗になるしさ。元気のないしおりに対して、励ます、そっとしておく、カツを入れる。りょうくんは励ますって嫌いじゃないしな。だからって、そっとしておくってのなんか、あれやけんな。なんか、冷たいしな。カツ入れようか。これからいよいよ外の世界に羽ばたいていくって時に何くよくよしてんだよ。お前の才能は認めているよ。すげえ。でも、都会には同じぐらいすげえやつがいる。そうだぞ、お前。都会、結構に人口いるんだぞ。その中に、しおりちゃんより上の人間がいないってことはないかもしれない。何に落ち込んでるのか知らねえけどさ、今は全力で頑張る時だろ。は、柄になく熱くなってんじゃん。受けるマジレスオツ、今頃の人間じゃ、しおりちゃん。あ、いや、すまん、強く言いすぎた。でもなんでりょうくんそんなに腰低いんだ。かすみちゃんにそういう同じこと言われてさ、はぁ、なんだよかすみみたいなこと言うだろうに、なんでそんなに腰低いんだ。分かってるよ、私だからそうやって言ってくれたんでしょ。ありがとうね。不器用な俺の言葉は少量を傷つけたかもしれなかった。でもあいつは確かにこの時ありがとうと言った。それは本当に心の中から言ったありがとうなんだろうな。めっちゃ噛んでる。重要なところで噛んでる。向こうでもなんつうか頑張るよな。お、電車来たぞ。じゃあ気をつけて行けよ。りょうくんがすごい渋い顔になってるな。あ、こっちのなんかちょっと渋めの顔になっているな。おでこ広いな。
え、乗らねえの？閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まります。私のズボンのチャックも今閉まります。あ、もしかして体調でも悪いのか？さっきから元気ないみたいですよ。今日のところは一旦家に帰った方が。帰れねえよ。そうだよな。お前んとこ親がうるさ厳しかったか。じゃあもう少し待つか。とはいえ次の電車で行かないと。めっちゃ暗くなった。雨降った。最近さ、いろいろ考えてたんだよ。現実逃避か責任転嫁か知らないけど、なんでさ、みんな人の上面しか見ないんだろうね。上面？いきなり何の話をしてるんだこの子は。表に出る結果だけ見てその人を判断してさ、その人のほんの一部でしかないのに、どうしてもっとその人を理解しようとしないんだろう。できないのかな。あんたって結構優しいよね。結構気遣えるし、意外と周り見てる。なんだよ急に。今度は褒めたりして。でもそれでも全然分かってくれなかった。泣いてる。電車が来た。結局あんたも最後まで私を分かってくれなかったね。え、それってどういう。閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まります。やはり私のズボンのチャックも今閉まります。ちょっと待てよ。どういうことだよ。おい、あのセリフの意味は何だったのであろうか。 LINE 明日は出発するから卒業式の後すぐ。了解、行くわ。どうした、大丈夫か。おお、寝過ごすなよ。そっちはどうだ、久しぶり、学校どうだ、話聞かせてくれよ。どうすればよかったんだよ。お前何やってんの。突然出てくるな、かすみちゃん主人公。うわ、びっくりした。別になんでもねえわ。おっと、りょうくん、諦めてるな。絶対しおりちゃんのことを好きだったタイプのやつだよ、これ。なんだよ、とっさに隠したりして、怪しい。ひょっとして、いかがわしいサイトでも。ねえよ、休み明け、そうそう、だるぐがらみやめろよ。そうだよ、夏休みは秋なんですよ。エロサイトなんて見てねえで、学校行け。はあ。夏休みの間でお前のうざささらに増してんな。うっせえかす、マスターの学力だい。次のテスト震えて待てー。おー、ついた。いてな、何すんだてめえ。だいたいなんでそんなに浮かれてんだよ。かすみちゃんはいつもだいたいこんな感じですけどね。一体何がしてんだよ。お、大ズムカイツマ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 あったら許せねえ。私とあいつの24時間戦争。朝礼前、始業式かこれ。おい、お前夏休み中ちゃんと外出てけ。全然日焼けしてねえな、白ごぼう。かすみちゃん、君の肌だってそこそこ白いぞ。その悪口に使ってる身の水を少し勉強の方に燃やしたらどうだ。うるせえ、大体やってるわ、チキショー。できないことを自覚している。あれ、あの二人ほんと仲いいよね。水根さん、今日だけで私の一生分の男子との会話時間以上話してるわ。話してなさすぎだ。そういうあんたは話してなさすぎだ。お父さんとぐらいは話してるだろ。あの二人ってさ、夏休みに入る前くらいから付き合ってるって噂あったじゃん。あれガチじゃん。
ああ、彼氏欲しい。水谷さん、彼氏さん使って私も男紹介して。合コン合コン。うお、やめろよ。ごめんね。そっとしておいてやれよバカ。ほら行くぞ。わあ、彼氏欲しい。クリスマスまでには必ずやってやる。青春してるなこの野郎。あははびっくりした。お前が彼氏とか。あ、何言ってんだかとか言いながら、かすみちゃん頬赤いぞ。お前もしかしてちょっと気ができるんじゃないの。あざまのかすたすみの頬のあたりにはいるんじゃないの、りょうくんの姿が。え、ロマンチック、ロマンチック、学園ロマンチック。何の歌やこれ。いやー、ほんと参っちゃうね。ありえないっての。すごいよくチャイムが鳴りました。イチャイチャすんなこの野郎っていう学園の糸が見えます。おお、一撃始まるな。お前も遅れないようにいけよな。どうした、いきなり真剣な顔して。いや困るよな、付き合ってるとかさ。いやないない。めちゃ意識してるわこれ。皆さん、視聴者の皆さん、これを見てかすみちゃんはりょうくんに恋していますか、丸かバツかって答えたら丸ですって答えますよね。皆さんもうこれは丸ですね。だんだん二重丸、いや花丸。よーし、あ、先生がこれは。よし、みんないるな。夏休みを明けてさあこっからってところだけれども、実は今日からこのクラスで一緒に勉強する子が一人います。おーい、入ってきて。大体付き合うってなんだよ、友達との違いもわかんねえし。じゃあ自己紹介よろしく。はい、この声どっかでって。しおりちゃん、はじめまして、本中しおりです。仲良くしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。本中しおり。しおりって名前の女の人って結構美人多いイメージがあるけど。なんか可愛くない。いい、よし、じゃあ本だけはあそこの。あー、しおりちゃん。お、かすみちゃん、おひさー。おひさん、お前たち知り合い。じゃあ水根の隣の席でよろしくな。はーい。なんでこの主人公の隣っていつも転校生の席って用意されてるんでしょうね。座りました。じゃあ授業を始めるぞ。あ、自己紹介だわ。先生、こういう時って質問タイムとか設けるもんじゃないですか。ねえねえ、しおりさんはいるの。じゃあいけないことを言いましたので、今多分編集でなんか効果音で伏せてると思いますんでね。しおりちゃん、どうしてここに。うふふ、びっくりだね。ほら授業始まってるよ。え、あ、うん、どうなってんだ。地元に戻ってきた感じになるんだろうか、しおりちゃん的には。おーっと盛り上がっている。転校生が転校してきた時の初日はこうでなくっちゃって感じ。あは、ちょっとごめん、トイレ。かすみちゃん、一緒に行こう。え、一緒にトイレに。毎度毎度洗濯機出るときしたらなんか天変地異起きるときの効果音みたいになるんやけど、なんなんこれ。ねえ、なんで画面暗なるんこれ。そりゃ誘いに乗るよ。かすみちゃん、そういうのに誘われたことあんまないけん。トイレに誘われたことないってな。別に誘われてもいいけどさ、別に乗るよ、乗るよ。もう誘いは断らないタイプ、かすみちゃん。うん、行こう。こんなにチヤホヤされたの初めてだよ。転校生って楽しいわ。そうなんじゃ、俺転校生とか転校していく生徒はおったけどさ、転入してくる生徒がおらんかったけんさ、そういう体験一回してほしいな。してほしいなじゃないな。してみたいな。転入してきた生徒にいろいろ聞いてみたいわ。仲良くしたいわ。
この時期に転校で珍しいからね。でもあんなに囲まれたらちょっと使えそう。だからトイレに逃げてきたってわけよ。かすみちゃんも行く？いや、私はいいや。外で待ってるね。これがツーションってやつか。初めてだけど嬉しい。別に高校生になってまでやるもんでもないような気がするんやけどな。そんな頬をあくらめるほど嬉しいもんなのか、かすみちゃん。君はだとしたらぼっちレベルが高いぞ。おおー、かすみちゃん、わ、出ましたね。レスリング先輩。ゆうこさんと、はい、よ、調子はどうで。なんだその親方みたいな喋り方は。お前、親方。調子、いや、別に変わりねえよ。変わってますね。もうなんで、ちょっと話しただけで頬を諦めるんですかね。もう相愛ですね、あなたたち。もうバカしろ。今日の特進クラスはなしって言いに行こうとしてたんだけど、ここで何してるの？実はですね、うちのクラスに今日転校生が来ましたね。今、その子のツレーションに来てるんですよ。女子がツレーションとか言うな。てか、なんで嬉しそうなんだよ。変態だからだよ。あ、それ、性別だぞ。セクハラだ。ゆうこ姉さんもそう思いますよね。姉さんか、あはは、まったくかすみちゃんは調子がいいな。あとでいっぱいおごるぞ。おまた。え、紹介するね。この子がしおりちゃんで、こっちがよう、久しぶりだな、りょう。しおり、てめえ、なんでここに。出た。暴動でもあったからみんなご存知、因縁の相手でありました、リオくんの。あ、あなたはどうした、ゆうこさん。レスリング先輩どうした、その焦った顔どうした、お前。え、あなたは4年前に私が殺したはずみたいな顔している、ゆうこさん。レスリング先輩、もうあなた過去に前科あったん、もしかして。どちら様でしたっけ。あー、いやー、見たことはあるような。おい、一体どういうことなんだよ。お前は東京に？二人は知り合いかな。そうそう、中学時代に友達でさ。ん、親友と言った方がいいかな。なーりょう。いや、別に何でもいいけど、あれ、りょうくん、最近やけに強気に出るりょうくんが、今回に限ってはやけに腰が低いな。しおりちゃんになんか弱み握られてんのか。お前ずっと連絡してこないし、こっちは心配して。めっちゃ戦いだよ。ちょっと忙しくて連絡できてなかっただけだって。考えすぎでしょ、ウケる。あれ、なんだろう、この置いてきぼり感とモヤモヤは。恋だね。まあ大丈夫だったならいいけど、すまん、もう行くわ。あ、りょうくん、ごめん、私も行くね。なぜあいつがって思ってる。多分レスリング先輩はなぜあいつがここに、死んだはずではって思ってるだろう。じゃあノリ割り、そういうとこだぞ。あ、かすみちゃん、ごめんね、こっちの話で盛り上がっちゃって。え、いいよいいの、なんか私以外みんな顔なじみって感じだったね。ちょっと置いてかれてたな。しおりちゃん、ふいとも仲良さげだったし。ん、もしかしてかすみちゃん焼いてる？え、いやいや、そんなことない。別に昔どうだったとか気にならないし。あは、思いっきり気になってんじゃん。誤解されるのも嫌だし、全部話そっかな。来たか。ここでしおりちゃんとりょうくんの関係ってか分かってくるかな。話すって？今日放課後空いてる？ちょっと寄り道していこうよ。楽しみにしてる。放課後カフェ。